い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日はキャッチャーミットの叩き直しの動画になります。もうだいぶこう叩いたんですけど、畠山さんの軟式ミットですね。まだちょっとこれ柔らかいんですけど弾くということと、それからポケットセンターをちょっと親指寄りにしてほしいということで今叩いたところです。もうだいぶいい感じだと思うんですけどね。で、今日の作業としてはこの小指側のヒールレースがもうこれクタクタでこう締まりがなかったので、こちらのレースを入れ替えるのとこちらを叩くっていう作業ですね。はい。で、その後仕上げにちょっと掃除します。どうぞ。よいしょ。はい、じゃあもうだいぶカッコついたのでちょっと掃除だけしときます。
はい、いらっしゃい。はい。グローブの紐が切れてしまった。はい。どこですか？言ってる間に、修理が入りましたね。すぐ取りに来られるということで、そこで。よいしょ、よいしょ、すげえ、すげえ、よいしはい、じゃあできましたんでミットの方に戻ります。よいしょ、どこまで行ったっけ。おおお、拭き取りだ。はい、いらっしゃい。あ、はい。こちらです。こんな感じでいかがですか。はい。1500円です。はい、いらっしゃい。はい。はい。
できました。はい、どうでしたか。今日は刀押しから少し掃除してね、途中で修理も入りましたけど、まあそんな感じの動画でした。だいぶいいと思うんだけどな。またお客さんとご相談して最終仕上げをいたします。それでは皆さん、さようなら。